はい、おはようございますということでですね、ネノイキャプテン、新キャプテンに来ていただきました。ありがとうございます。今シーズン、2年目ということで、はい、キャプテンとして、新キャプテンとして就任して、はい、心境の変化とか、はい、今年はこういうふうにこうシーズン入っていきたいっていうのはいかがでしょうか。はい、そうですね、2年目としてそうです、ね、はい、シーズン入りは去年よりは落ち着いた状態で入れているのかなと思っています。キャプテンとしてはやっぱりチームのいいところを最大限引き出していけたらいいなと思っています。はい、まあ、なんかそんな中、今年のベアーズのこう打線はいかがですか。そうですね、オープン戦はなかなか噛み合っていないところがあったんですけど、昨日開幕戦 で、 そうです、ね、初回から噛み合っていて、いい感じだったと思います。そうですよね、本当にこう見ていても楽しいなと思っておりますし、ファンの方もですね、きっと今年のこう新しい打線、非常に楽しみなんじゃないかなというふうに、はい、思ってます。まあ、なんかそんな中、どうですか、1シーズン目と、まあ、2年目ということで、実際こうなんかどういったことをこう変えてみようとか、今年個人としてどういったところを目指していきたいとかってありますか。そうですね、本当に試合の1球1球が大事になるということを昨シーズンすごい感じたので、はい、守備の時だったりバッティングの打席であったり1球1球しっかり集中して、やっていきたいなと思っています。はい、まあ、なんかそんな中、今年はNPB の試合も、まあ、去年は2つのチーム、ジャイアンツ、それからライオンズでしたけども、今年それに加えてベイスターズとホークスということで、はい、そんなところやっぱり意識はされますか。そうですね、はい、一番アピールのできる試合になってくるので、自分のやってきたことを最大限に出せていけたらいいなと思います。はい、なんかそういった中で、特にこんなところを見てほしいとか、特にこんなところをアピールしていきたいというところはありますか。やっぱり第一印象で、大体決まってくると思うので、この選手いいなと、第一印象で思ってもらえるようなプレーをやっていきたいなと思います。印象をしっかりつけていくと、はいはいはい、そんな中では印象を たくさん、ね、持たれた京太選手の加入はキャプテンにとっていかがですか。そうですね、はい、とても勉強になることが多くて刺激ももらえますし、教えてもらえることも多いので、やっていてすごく自分らも選手一人一人のためになっているなと思っています。はい、ということで、はい、最後にですね、今シーズン始まりますけれども、はい、ファンの方にメッセージの方をお願いいたします。はい、はい、今シーズンも、昨日から始まって今日ホーム開幕戦です。一試合一試合僕ら選手も、全力で頑張りますので、熱い声援をよろしくお願いします。はい、ということで、試合前、キャプテンありがとうございます。盛り上げていきましょう。ありがとうございます。